だからアルフレッドは美学者であると同時にクリエイターでもありデッサンを描き彫刻の作品を残し油絵もこなしました、うん、その中で香水が彼にとって芸術的表現の一つでした。見て、これ何で作ったの？ちょっとなんか中綿みたいなの入ってるの？入ってる。すごい手厚。なんかティッシュに対して手厚いな。あの中綿を入れないとこのくらいペラペラなの。すごい好きだった。VH、AH、AC、AN、AC か、うん、私がさっきいいって言ってたの何だったっけ。あ、これだ。あ、そうだそうだ。 VH を求むとは、人が幸福について熟考する真摯な姿勢と同様、パートナーにイエスということを決心すること。深いですね。これは、ブラックペッパーとかちょっとピリッとしたスパイシーな感じもありつつ、ちょっとローズとかお花の感じもありつつ、うん、やっぱ私ムスクとかサンダルウッドとかそういうの好きだからこれは結構好き。なんか日常で使いたい感じの、毎日使いたい感じのやつ。このドルセの香水っていうのはこういう風に VH とか SC とかあのイニシャルがあるんだけど、そのイニシャルっていうのは実在する人物ですが明かされていなくて、その人のポートレートをこうイメージしたような香水となっております。アイリスバイオレットリーフ、こちら AN ですね。 ANうっとりするような香りのブラックペッパー、やっぱそういうの好きなんだ。これはもうちょっとなんかセクシーな感じかな、もうちょっとなんか夜っぽい。あと AC、 AC もサンダルウッド、シダーウッド、ペッパーフラワーの遊び心あるノートが、ノートを、うん、これが一番バニラっぽさは強いような気がする。無重力の魅力をできれば永遠に。このなんか書いてある文章がすごくロマンチックでいいですね。すごい好きです。日本3周年を記念して作られた香り、これも結構好きかも。これは何が、何で構成されてるんですか？ジャスミンとか、あ、トップはアルデハイドというちょっと金属っぽい香り、シャープな香りですね。で、ほんのりちょっと柔らかい甘さが、透け感のある甘さがありますね、うんうん。めちゃ雨なんやけど。っていうかさ、私花粉症デビューした話したっけ？今年花粉症になっちゃったの。今までの人生で一度も、まあ一度もっていうか、なんか去年とかはなんかまあ花粉がひどい日は花粉が飛んでますねっていう感じの鼻のムズムズ感とかはあったけど、なんか、なんかすごいマジで花粉症になっちゃったんだよね。もう目とかもめっちゃ痒くて、くしゃみとかも出まくって、ガチの花粉症の人に今年からなったわけだが、はい、今これから、今ちょっと車のを止めてメール返したりなんだりして、仕事を少し終わらして、これからまつげ、眉毛、まつげパーマに、ムーくんのところに行く。
なんかあのドルセのお店に今日行ったじゃん。ドルセって1800年代からもう香水をドルセさんが作っていて200年の歴史があるんですね。なんかやっぱ香水ってこう自分の体温とこう混じってまた違った匂いになるじゃん。うん、こっちに AC つけててこっちに VT つけてるんだけど、 AC の方は時間が経つとなんかよりちょっと甘さが出てきたね。より甘くなってきた感じするかも。 VT の方はなんかうん、なんかそうね、かっこいい感じ。ヤッホー。先日ドルセのお店にお邪魔しました。で、あのドルセってホームフレグランス、空間用のフレグランスもたくさんあって、ルームスプレーとかキャンドルとかあるんだけど、一個一個こうやって時間が書いてあって、時間がテーマになっています。なんか朝から夜になるにつれて本当になんて言うんだろう、こう深みを増していく。朝はすごい爽やかな香りで、夜に夕方から夜になってくるとだんだんちょっと深いような、だんだんこう色が濃くなっていくイメージかな。私の中ではなんかそういう感じのイメージですけど、私がね好きなのはね夕方以降の香りが好きだったかな。これ5時半も結構好きだった。11時15分もめちゃめちゃいい香り。これはなんかちょっと甘い香りのする、なんか夜リラックスタイムに焚きたいキャンドルですね。なんかドルセの香水もそうだけど、本当に種類がたくさんあるので、なんかその時の気分によって香水を変えるっていうことあんまり今までなかったけど、それを最近してます。お店で紹介した VH と AN と AC をなんかローテーションで、なんか会う人とかシチュエーションとかによって使い分けてて、結構昼間は VH を使ってることが多い気がする。夜は AC とかそういうもうちょっと夜っぽい感じの香りでも VH めっちゃ気に入ってる。